嫌いだったんですよ、父親のこと。私も中学生の時とかも本当関係最悪で、もうこんな父親なんてみたいな思ってたんですけど、いざ自分が大人になって振り返ってみると、父と母が幼少の頃に離婚してるっていうのもあって、もうその後も父親男で一つで子供3人引き取って育てあげてくれたっていうのも自分の中に記憶がちゃんと残ってて、だからこそ自分が何かしてあげれる、何かって考えた時にこういう形だった。浦部って名前を残したいと思いは勝手にあって、自分の中に。で、お店自体は祖父母の代からやってまして、今年で58年目になるまで、父が2代目で継いで、父の代までそういう卸売食料品のお店としてやってたんですけど、1年半くらい前にちょっとまあうちの情勢というか、今のこの東への地に合ったやり方で飲食っていう形での浦部商店を立ち上げた次第です。綺麗に空っぽになりましたね。お腹の中が空っぽになってる。いや、それは内臓から悪なるけどね。人間でもそうや。腐った内臓から腐っていくよ、ね、ある程度ピシャッとすればね、ちょっと濡れる。常連になればなるし、変わったとないと変わったとないだけ。金なしゃなんでちゃあるって言うよ。ガスも結構おいしく焼けるっちゃんね。噴石器やら今いろいろあるけど、やっぱ炭の場合は炭の匂いが身につくけんね、おいしいっていうか、おいしい。鮭ですか。うん、これ鮭。綺麗ですね。うん、割と美味しいわけ。魚って魚もね、全然。カメラ汚れる。あ、全然。前のかかり。ありがとうございます。いろいろ気を使っていただいて。
ません、本当ご協力いただいて。まあ、ただなんかあの妻がカメラマンなんですよね。あ、なんかそういうお話も、写真が綺麗だったから、デザインとかもやっぱ奥さんがされてるんですよ。そうですね。上手だなと思って、SNS の。だからこっちの現場自体はあの僕と父で切り盛りして、お店のそのプロデュースとかあの写真とかはもう妻がやってっていう感じで、あの家族でみんなあのそれぞれ得意分野でやってるような感じです。自分はちょうど1年前から。あ、じゃあ結構オープンしてすぐとかですね。オープンしてすぐ来たんですけど、その時あの札幌市民で。あ、そうだ。そう。あのオープンの時たまたま2ヶ月出張でこっちに来てて、すぐそこの男の上に住んでたんですけど。なるほど。それで、あ、面白い店だって通い出して、で帰ったんだけど転勤するってことになって。つまり裏目のためにあの転勤。そうそう。気分。海外に住んで通えるようにしよう。マジっすか。でも早いでしょ。感動症もあるけど。なんか、なんかすごい。面白いなんだけど。中国がいい。ねえ、みたいな。覚えてないやろ。そうか。覚えてなくて、自分で喋りながら、ゴミゴニョゴニョした。喋り慣れてないやつ。あるやつね。邪魔な宣言。草津で魚を出しとったら、草津最初だけなんですよ。今日仲いいですね、お二人。仲いいと、あんまりすごい感情しないしね。仲悪かったよ。自分は自分で。仲、まあ、今日店始めてから。すごい嫌いだったんですよ、父親のこと。私も中学生の時とかも本当関係最悪で、本当に私も顔も見たくなく家出するみたいな、ちょっとこう家庭環境が複雑だった時期もあって、もうこんな父親なんてみたいな思ってたんですけど、いざ自分が大人になって振り返ってみると、父親男で一つで子供3人引き取って育てあげてくれたっていうのを自分の中で記憶はちゃんと残ってて、そういう意味でなんか今だからこそ自分が何かしてあげれること何かって考えた時にこういう形だったので、うん、でもやっぱそういう思いは自分の中であるから動けたのかなみたいなのがすごいあります。恥ずかしいけど、そういざ聞かれるとね。ここは何年からできましたか？このビルになったのは昭和、平成になってやけん、昭和64年か、だけ平成元年か。あ、なるほどなるほど。前はそのあそこ写真のあるような木造の2階建ての、そうそう、食料品と海産物、うん、それを親がしよったんよね。自分が月具っていうか、
魚のも自分で買いに行ってから売ろうか、そんな感じです。いつの間にかそのね、食堂さんとかも結構買い物来よったんよね、飲食さんの。でそういう人たちが結構やっぱ生魚も欲しいっていうことで、まあ少しある程度魚介類とか許可取って販売しだすのとなったかな、うん、自分もね前々から飲食はしたいなっていうか、この地域はやっぱもうそういう風に切り替わっていくかなっていう、そういう読みはあったんですよ。ただその一人じゃできんし、でまあちょうどあの子が今までの料理してきて、でたまたまそのコロナで仕事があったりなかったりね、で自分の仕事をするよりも、まあ、飲食するなら俺も協力するけ一緒に立ち上げようかっていうことで始めた。レモンも一つもらえます。もうこうやってセルフで皆さんしてるんですね。そうですね。適当にベロが入ってたマリアも褒めてよくやつやね、みんなね、ゴロ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 ゴ
これ売っとっちゃう結局釣り上げてから網でこってもう買わん買わない一番これあんたがやっぱ上手やけ1500円の刺身が1万円ぐらいなの通われてる理由、それは、そう、面白いことが言えない。なんかないか。通われてる理由。存在が面白いから。存在が面白いですって言えばいい。それはですね、この地域のコミュニティと、美味しいお酒と、して何よりですね、この可愛い妊婦さんがいらっしゃるからですね。それ通わずにはいられないですよね。ダメだ、面白くないな。一瞬しか映んない。日本酒のラインナップで新しいのを仕入れて出してるので、なんか飽きずに楽しめるかな。風の森ってお酒とこの14代ってお酒は結構人気で、まあその全国的にもなんか名前が知られてるらしいので、まあ、それもあってちょっと注文が多いのかなと思います。陰性にやれる。あんまり用途やかんがいっちゃう。ああ確かに半生あると美味しいですよね、うん、なるべく手をかけて提供したいけどね。どうやから。はい、ありがとうございます。しっかり考えたらそうですね。その毎日通われるような理由ってあるんですか。なんかそうですね、和気あいあいと。りょうくんとしーちゃんとお父さんと。あ、じゃあスタッフ皆さんが。ありがとうございました。ありがとうね。幼少の頃に保育園帰りとかお店に来て店番してたりとか、思い出が結構詰まった地ではあるんですよね。なので、まあ、ここの場所がある限りはこの場所でできることを、まあ、ちょっと何か残せないかなっていうのが。みんな年食って膝痛めて立てんくなっても来てもらえる店。たわいもないことを日々話して、うっぷんばらしだのなんだの、みんなで分かち合えるような、そういう人情味のある店を目指したいなと。とりあえずは、父が自分で引退宣言をするまで、家族として協力するというか、なんか一緒に何か考えたりとか、父が一人にならないでいいように、楽しんで働いてもらえるような形で一緒に協力してやっていけたらいいなとは思ってますね。まあ俺が死んでもやり続けられるならやってる。ただまあ何するにしてもまずそのお金元パートナー、それとあともう育児、母親になれば子供がある程度ね成長するまでは見届けないから体とそういうのを大事にしながら、まあ夫婦仲良くしていけばそれでいいんじゃない。